時間となりましたので、セミナーを開始いたします。本日、座長を務めますのは、九州大学アジア・オセアニア研究教育機構研究推進コーディネーターの横田文彦准教授です。横田先生、よろしくお願いいたします。花井先生、ありがとうございます。皆様、こんにちは。横田文彦と申します。マスクをつけたままで失礼いたします。またですね、声が今日はいつも以上にガラガラで聞き取りにくいかもしれないですけど、申し訳ありません。本日は、第36回目のブランバックセミナーにご参加いただきありがとうございます。朝晩の涼しい風や虫の鳴き声から秋を感じる季節となりました。本日も日本を含め4カ国から120名以上に及ぶ参加登録をいただき感謝しています。本日は脳の疾患と免疫反応というタイトルで、九州大学生態防御医学研究所准教授の伊藤美奈子先生にご発表いただきます。早速伊藤美奈子先生をご紹介させていただきたいと思います。スライドの方お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。伊藤先生は2011年に九州大学医学部で学士号、また2013年にウイルス科学分野で修士号を取得された後、2016年に慶応義塾大学大学院医学研究科で微生物学の博士号を取得されました。同年、慶応義塾大学で特任助教、2019年には同大学医学部の専任講師を経て、2020年2月より九州大学生態防御医学研究所の准教授としてご活躍されています。伊藤先生は一貫してウイルス学、免疫学など基礎医学の分野にご研究をされており、本日は2019年ネイチャー誌にも掲載された論文内容も発表いただけるということで、大変貴重な機会と思います。現在の超高齢化社会、今後のポストコロナ社会において、脳梗塞やアルツハイマー型認知症などの脳疾患障害と免疫反応は今後さらに重要性が増していくのではないかと思います。本日の伊藤先生の脳の疾患と免疫反応についてのご発表を私自身もとても楽しみにしていました。今日ご参加いただいている皆さんもランチタイムですのでリラックスして、ぜひですね、今日の BBS を楽しんでいただければと思います。それでは伊藤先生、よろしくお願いいたします。横田先生、ご紹介いただきありがとうございます。では画面共有させていただきます。画面共有大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。九州大学の生態防御医学研究所アレルギー防御学分野の伊藤と申します。今日は脳の疾患と免疫について紹介させていただきます。ちょっとスライドが専門用語とか多いかもしれないんですけれども、なるべく分かりやすく説明させていただきますのでご容赦ください。よろしくお願いします。で、今日お話しする内容は、まず免疫と神経系疾患について簡単に紹介しまして、その後私たちの研究内容について、脳梗塞やアルツハイマー病、自閉スペクトラム症などについて紹介いたします。で、まず簡単に免疫細胞について紹介いたしますが、免疫応答というのは感染とか損傷、怪我した時とかに起こるような応答のこと で、感染とか起こした時に、治すように働くような機構です。で、自然免疫応答、獲得免疫応答といったような免疫応答がありまして、そこにはさまざまな免疫細胞が関与してきます。まあ、種類が多すぎて全然覚えられないんですけども、まあ、マクロファージとかいろいろ、自然免疫応答に関わる細胞、獲得免疫応答に関わる細胞があります。で、今日はこの中でも、まあ、様々な細胞が出てきますが、まあ、マクロファージとか T 細胞とか、まあ、名前だけ聞いたことあるなという程度で聞いていただければ結構です。で、このような免疫応答があります。で、この免疫応答と脳の疾患について関連があるということが近年注目されておりまして、多くの神経系の疾患に免疫が関与するということが報告されてきました。まあ、例えばパーキンソン病と呼ばれる、あの
全身が起こるような病気ですが、それも自己免疫疾患病であることが分かってきました。また、アルツハイマー病にも T 細胞というような免疫細胞の関与が報告されてきます。また、脳の老化とか、あとは ALS と呼ばれる病気にも免疫細胞の関与が分かってきました。なので、このような様々な神経系の疾患と免疫の関与を明らかにすることによって、新たな神経系疾患の治療法につながるのではないかと考えております。で、そこで私たちのは、神経系疾患と免疫共闘について研究を進めました。で、まず、現在の日本の、死因について、老衰、脳血管疾患などが、上位に来ておりまして、この脳血管疾患というものについて研究しておりますが、介護が必要になった要因として、認知症とか、あとは脳血管疾患が上位に来ています。で、この脳血管疾患の中でも脳梗塞が大半を占めております。なので、この治療法を開発するということが、超高齢化社会の課題とも考えられます。で、この脳梗塞について簡単に説明いたしますが、脳梗塞とは脳の血管が詰まったり細くなって血流が脳の神経細胞に届かなくなるような病気です。で、このように、血管がここで途絶えてしまいますと、その先の脳の細胞が死んでしまって神経症状が悪化します。麻痺が起こったりとかが生じてきます。で、この脳梗塞の治療法として、現在はごく初期の急性期、発症してすぐの治療法がメインでして、血栓を溶かすものや、結果的にこの詰まらせた血栓を取る、あとはアスピリンなどが用いられていますが、その後はあまり有効な治療法がないというのが現状です。で、この有効な治療法のない急性期から慢性期にかけては、免疫細胞が多く浸潤することが分かってきました。で、人の検体でも T 細胞などの免疫細胞が認められます。で、私たちはこの脳梗塞をマウスのモデルを用いて研究しています。中大脳動脈と呼ばれる脳の一部の動脈を詰まらせるようなモデルで、そうしますと、脳の神経細胞を茶色で染めていますが、神経細胞が死んでしまって、このように白く抜けているところが観察できます。これが脳梗塞の神経細胞死です。で、このような実験系を用いまして、免疫応答について研究しています。脳梗塞が起こると脳の細胞が死んでしまって、そこからデンジャーシグナル、危険な因子などが放出されて、それが、自然免疫系のマクロファージを活性化させます。で、このマクロファージが出すサイトカインと呼ばれる因子が、血管、神経細胞を殺したりとか、あとは様々な悪影響を及ぼすことが知られておりまして、このサイトカイン、IL-1β がないマウスでは脳梗塞は良くなります。ですので、この IL-1β を抑制する、少なくするような薬剤として、イブルチニブと呼ばれる薬剤が効くということを発見しまして、この薬剤を脳梗塞マウスに投与しますと、脳梗塞の体積は小さくなりますし、神経症状も良くなるということが分かりました。これについて、2015年に報告しています。で、これはごく、初期の急性期のマクロファージの応答について研究しまして、その後、少し時間が経った急性期と呼ばれる、発症から3日後、7日後にかけては、この悪さをしていたマクロファージが、実は修復性という良い働きをするということが分かってきまして、それはスカベンジャー受容体というような、皮細胞とか、あとはダンプスと呼ばれる危険シグナルを除去するような役割を持つマクロファージに変わることが分かりました。で、このマクロファージは、修復性の良い因子を反省して、組織の修復や機能の回復に寄与するということも分かりました。で、ここまでに1週間以内の脳梗塞後の免疫応答と組織の修復について調べてきましたが、脳梗塞後1週間後以降の慢性期の免疫応答についても調べてみました。で、脳梗塞、慢性期、では、獲得免疫応答の一つである T 細胞応答が
起こります。で、今回着目したのは T 細胞の中でもヘルパー T 細胞、CD4T 細胞と呼ばれる細胞で、この細胞はまあ炎症性の炎症を促進するような作用も持ちますが、抑制するような細胞も存在します。この炎症を抑制する細胞が制御性 T 細胞と呼ばれておりまして、これは自己免疫疾患を抑制したり、過剰な炎症の抑制、さらに組織を修復するような働きも持つことが分かってきました。で、実際に脳の中にこの T 細胞がいるかどうかっていうのを見てみますと、まあ、脳の中には神経細胞とかミクログリアとかいろんな細胞がいるんですけれども、その中でも私たちはアストロサイトと呼ばれる細胞に着目しています。で、アストロサイトが赤色で染められておりまして、で、その中に CD3T 細胞が緑色で存在しているんですけれども、ここが脳梗塞の一番ひどい梗塞層と呼ばれるところで、その周りをアストロサイトがこのように炎症しているところと正常な組織を囲うようにグリアハンコンと呼ばれるものを形成しますが、その内部や外側に緑色の T 細胞が極在することが分かりました。で、この T 細胞のサブタイプ、どのような T 細胞がいるか、先ほど炎症性とか炎症抑制性とか説明したんですけども、どのような T 細胞がいるかっていうのを調べてみますと、まあ、炎症性の Th1 細胞もいますが、炎症抑制性の制御性 T 細胞が半分くらいを占めるということが分かり、この制御性 T 細胞に着目しました。制御性 T 細胞は、最近さまざまな組織、筋肉とか肺とか心臓とか、皮膚とかさまざまな組織に存在することが分かってきまして、この制御性 T 細胞は組織に特化した特徴を持つことが分かってきました。脂肪なら脂肪の代謝を制御したり、あと皮膚だと 毛の再生に関与したりなど、組織にそれぞれの特徴を持ちます。しかし脳の制御性 T 細胞については明らかになっておりませんでした。でまずはこの制御性 T 細胞が脳梗塞にどういう働きをしているかっていうのを調べるために制御性 T 細胞のいないマウスを用いますと神経症状が脳梗塞後の神経症状が悪くなるということが分かりました。なので制御性 T 細胞は症状を良くする方に働いていることが分かります。でそこの、組織像で先ほど炎症組織と隔離するような働きをすると申しました。アストロサイトを染めてみますと、アストロサイト の増え方というか、活性化が異常であることが分かりました。で、このアストロサイトというのは、通常は神経をサポートするような働きをするんですけれども、炎症などで活性化されて、リアクティブアストロサイトというものになると、神経毒性因子を発現して、神経細胞を殺したりすることが報告されています。で、実際に神経細胞を殺しているのかっていうのを調べるために、アポトーシスなどの指標であるタネル染色をしますと、制御性 T 細胞のないマウスでは、アストロサイトの活性化が更新していまして、で、神経細胞の染色であるこの緑色の神経細胞症を起こしている神経細胞も増えるということで、制御性 T 細胞がいなくなると、アストロサイトの活性化が更新して、神経障害性になり、で、それが神経細胞症を誘導していて、神経症状が悪化するのではないかということが分かりました。で、次にこの脳内の T レグの特徴について、制御性 T 細胞の特徴について調べました。で、様々な組織の遺伝子発現解析を比較してみますと、脳にいる制御性 T 細胞は神経系の関連遺伝子の発現が高いことが分かりました。まあ、様々な遺伝子の違いがあったんですけれども、その中から私たちはセロトニンレセプター7という因子に着目しました。まあ、ここからのシグナルが制御性 T 細胞の増殖や活性化に関与しているということが分かっていたことからも、この制御性、セロトニンレセプター7に着目しました。で、セロトニンレセプター7の発現が高いということで、セロトニンの脳梗塞における役割を調べるために、セロトニンを脳内に投与したり、
または SSRI と呼ばれる、セロトニンの再取り込み阻害薬で、脳内のセロトニン濃度を増加させるような抗うつ薬がありまして、この薬を投与しました。そうすると、脳内のセロトニン濃度を上げてあげると、制御性 T 細胞が増えること、またその時に神経症状が良くなるということが分かりました。ですので、ここまでをまとめますと、脳梗塞が起こると、脳内に T 細胞が入ってきて、制御性 T 細胞が入ってきて、いい働きをしているということが分かりました。で、そこに重要なのが、セロトニンを受け取って、セロトニンレセプター7を発現する T 細胞が増えてくるということが分かりました。他にもいろいろと調べましたが、ここはちょっと割愛させていただきます。で、その次に、この制御性 T 細胞がどうやってアストロサイトの活性化を抑えているかっていうのを調べました。で、そこで着目したのがアンフィレグリンと呼ばれる因子で、これは組織の修復や組織のホメオスタシスの維持に関与するということが知られていて、または神経細胞の増殖などにも関与していることが報告されています。で、このアンフィレグリンというのが脳の制御性 T 細胞で発現が高いことが分かりました。で、まあ、このアンフィレグリンを投与することで先ほどまで起こっていたアストロサイトの活性化が良くなる、抑えられるとか神経症状が抑えられて良くなるということが分かりましたので、結論としましては、脳梗塞後の脳の T レグから放出されるアンフィレグリンという因子がミクログリアやアストロサイトの活性化を制御して、それが結果的に神経ダメージを抑制しているということが分かりました。これ、この研究により、まあ、ここまでで、このセロトニンと人の脳梗塞と制御性 T 細胞やセロトニンに関しては、まあ、人のヒューマンの研究もいろいろとされておりまして、末梢の制御性 T 細胞の割合が高い方が予後がいいとか、あとはセロトニン再取り込み阻害薬、このうつ病の治療薬で脳梗塞後の神経症状に改善効果があるということは多数報告されております。で、ここまでをまとめますと、脳梗塞後の自然免疫応答としてマクロファージの活性化による炎症の拡大、そこからマクロファージによる、修復。そして、慢性期には制御性 T 細胞が様々な脳の細胞を制御することによって組織の修復に働いているということを示してきました。で、現在は脳梗塞だけではなくて、他のアルツハイマー病とか、あとは精神疾患である自閉スペクトラム症などにも着目して研究を行っておりまして、脳梗塞に限らず様々な脳の疾患において免疫細胞の変化が起きているということが明らかになってきました。これは、シングルセル RNA-seq っていう解析法で、1細胞ごとの遺伝子発現が解析できるというもので、ここら辺にミクログリアとかの脳の細胞がいまして、脳梗塞を起こすとマクロファージという免疫細胞が増えるとか、あと慢性期には T 細胞が増えるといったようなことが網羅的に調べられるような方法です。で、アルツハイマー病においても T 細胞や B 細胞がアルツハイマーで増えている、あと好中球が増えるということが見られました。で、発達期にも免疫細胞はいまして、これは E16.5 というのはまだ耐性期の生まれてない状態なんですけど、そこにも脳の周りには免疫細胞がいまして、それが分化しているような状態というのも観察されています。なので次に私たちはアルツハイマー病と免疫について研究を進めました。で、アルツハイマー病というのも重要な病気でして、認知症は介護が必要になる原因の最も上位にありまして、その中でもアルツハイマー型認知症というのはかなり大半を占めています。で、アルツハイマー病というのはアミロイド β、の蓄積あとタウのリン酸化によるこのような凝集体を作ることが原因と言われています。それによって神経変性が起こって認知機能の低下が起こります。
まあ、これは長い期間を経てこう徐々に進行していくような病気です。で、この病気と免疫について研究しようとしているときに、炎症性の腸疾患、まあ、全身性の炎症によってアルツハイマーが悪くなる、発症年齢が早くなるということが2021年に報告されましたので、この現象についてマウスモデルで詳細にメカニズムを解析してみようということで研究を始めました。なので全身性の炎症の一つとして、まあ、腸炎がアルツハイマーにどう関与しているかということを解析を始めました。で、まあ、このような、アミロイド β が早く蓄積するようなマウスモデルを用いています。で、そのマウスモデルに腸炎、さまざまな腸炎を誘導しまして、これでアミロイド β の蓄積について調べました。そうしますと、やはり、まあ、人での報告とも同じで、腸炎を誘導しますとアミロイド β が増える傾向が認められました。で、まあ、その脳内の免疫細胞などを解析しまして、そうしますと腸炎をの中でも急性の腸炎を起こしますと、好中球と呼ばれる自然免疫応答に関与する細胞がかなり増えてくるということが分かりました。それが、この赤色で示しているところでして、アキュート腸炎によって好中球が特異的に増えてくるということが分かりました。で、この好中球という細胞は、まあ、ロスを産生しましたり、あとは、プロテアーゼなどを産生します。あと、これは特徴でして、ネットーシスと呼ばれる DNA を放出することによって、まあ、菌などをトラップするような働きがありまして、このような特徴を持つ細胞です。で、自然免疫応答に関与しています。で、この細胞が増えてくるということが分かりましたので、抗体によって、この、好中球を除去するような方法がありますので、好中球を消してみて、好中球のいないマウスでどうなるかというのを調べますと、好中球を消しますと、腸炎で増えてきていたアミロイド β が減少する傾向にあるということが分かりました。なので、腸炎によってアミロイド β が増えるのは、好中球が異常に集積することが原因であることが考えられます。まあ、これをまとめますと、腸炎モデルでは好中球が増えることによって、アミロイド β が増える。ということが示せました。まあ、現在、好中球による、プロテアーゼがアミロイド β の蓄積を増やすんじゃないかということで、まあ、論文にまとめているところです。で、以上です。ご清聴ありがとうございました。藤先生、ありがとうございました。ご参加いただいた皆様、もしですね、ご質問や、コメント等ありましたら、この下にですね、チャットボックスというのがありまして、このチャットボックスに、ご質問やですね、コメントいただければと思います。早速もう、入ってきておりますが、もう本当盛りだくさんで、伊藤先生、ありがとうございました。本当に貴重な、内容で、最初ですね、脳梗塞と免疫反応に、起きましては、その初期の時は脳梗塞が起きて、最初はもう修復性マクロファージが、炎症とか修復とかをしてくれて、で、1週間以上の慢性期になると制御性 T 細胞が、そういう炎症や抑えてくれたり、組織を回復してくれたりしてくれるというような認識でよろしかったでしょうか。はい、はい。ありがとうございます。で、2つ目のアルツハイマー病と免疫につきましては、好中球が増加することによって、アミロイド β が増加すると。はい。ということで、はい、はい、で最後のご発表の精神疾患の場合は、その精神疾患 にはその3つの免疫細胞ですかね、最後から2番目のスライドにあるこの3つの細胞が
自閉症へ関与しているから、この3つが重要だと。はい、重要かもしれない、はい、ということで、はい、今やっております。 ありがとうございます。専門外の方も結構主張していられると思いまして、本当に伊藤先生すごく優しい言葉でゆっくり発表いただいたので、わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは早速ですね、ご質問の方がたくさん来てますので、Q&A をお願いしたいと思います。最初の質問がですね、腸炎で好中菌が特異的に増加するメカニズムは分かっていますでしょうか。ありがとうございます。好中球だけが特異的に増えるっていうのは、全身ではそうではないんですけども、まあ、脳内ではたまたま好中球の浸潤が多かったっていうことで、まあ、そのメカニズム、ケモカインとか浸潤にどう関与しているかっていうことが重要かと思うんですけども、まだそこまで調べられておりませんで、まあ、ぜひその脳でどういった誘導、ケモカインというか、引き寄せるような因子が上がっていて、好中球側でレセプターが上がっているかっていうのを調べたいと思います。ありがとうございます。それでは次のご質問です。今回の ASD モデルマウスでは、免疫系細胞での遺伝子重複が原因なのか、神経系細胞での遺伝子重複が原因なのでしょうかというご質問です。ありがとうございます。確かに今回のモデルマウスは、全身性で重複しているので、免疫系の細胞でも遺伝子重複が起こっていて、その機能が変わっている可能性があります。で、まあ、シングルセル RNA セックで、まあ、集団として見たときには15級の、自閉症マウスとワイルドタイプの普通のマウスで、そこまで免疫細胞自体のフェノタイプは違わないんじゃないかというふうに見えるので、やはり脳側での何らかの変化によって、まあ、免疫細胞が生きやすいような状態になっているのではないかなというふうに考えております。まあ、でもこれから調べなきゃいけないので、ぜひ調べていきたいとは思っています。ありがとうございます。たくさんご質問が来ています。次の質問は、自閉症モデルマウスは人の自閉症と同様な行動もするのでしょうか。ありがとうございます。一応モデルマウスでも、まあ、人と同様とはいかないんですけども、マウスの接触がどうなるか、まあ、接触を避けるような行動をするかとか、あとマウスは、なんていうんですかね、中心を避けて端に寄るようなケージの中で行動を示すので、そういった、真ん中に行かないというか、端を動くかどうかというようなマウス独特の行動テストがありまして、まあ、それを用いて行動テストをしています。で、実際に自閉症モデルマウスだと、やはり接触を避けるといった、まあ、人と似たような症状も出てきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、貴重なお話ありがとうございますというコメントも来ております。次のご質問がですね、全くの素人ですが、浸潤とはどういう時に使われる言葉なのでしょうか。すいません、説明が不足していて申し訳ございません。浸潤というのは、まあ、例えば免疫細胞で言いますと、血管にいる免疫細胞がその脳とかの組織に入っていくようなことを浸潤と言います。なので、まあ、制御性 T 細胞の時とかによく使ってたかもしれないんですけども、まあ、炎症した後にそこに免疫細胞が入っていく、脳の組織に入っていくという意味です。はい。ありがとうございます。次のご質問、興味深いお話ありがとうございます。質問させていただきたいことは多数ありますが、一つだけ挙げると、量的な話が気になりました。脳細胞の数に対して免疫細胞の数の割合はどの程度になると問題となるケースがあるのでしょうか。ありがとうございます。
まあ、これは非常に私たちも気になっている問題でして、で実はもう免疫細胞はそんなに神経細胞とか脳の細胞にの数に比べるとすごいごく少数しかいないの でまだまあ正確な数は明らかにはなっていないんですけれども、まあ、割合にすると本当にすごい少ない数しかいないんじゃないかと考えています。なんですけれども、まあ、その免疫細胞から出す何かのファクターが少ない細胞からでも、まあ、液性因子などが影響して脳の細胞とかに影響していると思われるので、その脳の細胞がどのくらいになると悪影響になるっていうのは分からなくて、まあ、その液性因子をどのくらい出しているか、その因子がどのくらい出ると問題がになるかというようなことになるのかなと思うんですけれども、まだそこに関しては分かっていないというのが現状です。ありがとうございます。はい、次のご質問が、ASD に関しては、妊娠中に免疫細胞が活性化する事態が原因であるということなら、どのような事態が考えられるでしょうか。あ、原因ということですかね。はい。はい、あ、原因、はい。わかりました。妊娠中の免疫の活性化についてですが、活性化みたい。今まで分かっていることとしましては、妊娠中の感染などによって、まあ、サイトカインの一種であるインターロイキン17とか、まあ、様々なサイトカインが母体の方で増えるんですけれども、そのうちの一部は、まあ、胎盤を通過して、胎児の方にも入っていくということが分かっておりまして、で、その胎盤を通過したサイトカインが、まあ、直接脳の神経細胞の受容体に作用して影響するという報告もありますし、まあ、直接ではなくても胎児のその環境を変えることによって神経細胞に影響するということが報告されています。ありがとうございます。いや、本当たくさんのご質問、また簡潔に本当に適切ご回答いただきありがとうございます。私からも1点質問させていただきたいんですけれども、先生の最初の方のスライドにあったですね、今本当に脳神経と免疫の時代と先生おっしゃってましたけれども、高齢化社会、またポストコロナの社会におきまして、もう日本以外でもですね、たくさんの国でこの脳疾患、また神経疾患、ストレスフルな時代にですね、重要性を増してくると思うんですけれども、先生のこの研究結果がその人種によって他の国ではまた違った、例えば細胞とか、にがまた見つかるとか、その人種間の違いっていうのはあるもんなんでしょうか。 ありがとうございます。ちょっと今マウスでしか研究していないので何とも言えないんですけども、マウスだとまあ世界中ほぼ共通ということで、なので人種間についても、まあ例えば遺伝疾患の15級とか自閉スペクトラム症とかアルツハイマーに関しては遺伝子変異っていうのがかなり重要なファクターですので、まあそこら辺は人種間とかでも偏りが見られるのではないかなと思うので、まあそれも、はい、興味深いと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またご質問が来てます。妊娠中の感染というのはコロナウイルスの感染なども含まれるのでしょうか。 ありがとうございます。おそらくそれも、はい、含まれると思うんですけど、まだそこからのその精神疾患についてというのはまだ結果とかは出てないと思いますので、まあ、その後どうなるかというのは分からないんですけども、コロナウイルス感染においても、まあ他の今までの感染モデルとかで用いられているような炎症応答とかの全身反応が起こっているので、はい、それは考えられるのではないかなと思います。ありがとうございます。また、はい、ありがとうございます。伊藤先生が、
この研究を続けておられるモチベーションは何なのでしょうか。そんな、はい、モチベーションですか。ありがとうございます。そうですね、もう単純に、最初始めたモチベーションは脳梗塞の治療法を何か急性期だけじゃなくってそれ以降の慢性期とかになっても神経症状が良くなるような方法を見つけたいというのが本当単純なモチベーションでして、まあ、そこから派生しまして、まあ、何か治療法が見つかればいいなというのがモチベーションです。まあ、自閉症ですと後から、まあ、成長期においても使えるような治療法とか、その成長期に一時的に治療することによってその後ずっと効果が続くとか、なんか今までいないような治療法が見つかるといいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つだけよろしいでしょうか。あ、はい、すみません、せっかくの機会ですので最後、遺伝子疾患や妊娠中の免疫細胞の問題で子供に影響が出ないようにするために親が気をつけることありますか。ちょっとここら辺は私から回答でちょっと難しいなっていうのが思いますが、まあ単純に炎症がひどすぎればひどすぎるほど影響は引き継がれるのではないかなと思いますので、まあなるべく早く治療するとか炎症を抑えるとかそういうことなんじゃないかなとは思いますが、遺伝子疾患、そうですね、そこはどう、ちょっと、はい、私からは難しいですね。すいません。いえいえ、もう本当に質問していただいた皆さん、また回答いただいた伊藤先生、本当ありがとうございました。はい、お時間となりましたので、ここで終わりにしたいと思いますが、この後ちょっと重要なアナウンスがございますので、あと 2,3 分だけお付き合いいただければと思います。伊藤先生、ありがとうございました。ありがとうございました。それではアナウンスの方、穴井先生お願いいたします。伊藤先生、横田先生、ありがとうございました。最後に事務局よりご案内させていただきます。まず次回のブラウンバックセミナーのご案内です。次回は来週9月7日水曜日の12時10分より、九州大学広報本部学術推進専門員サイエンスコミュニケーターの国金ターヒューン・レイモンド先生より、サイエンスコミュニケーション、何、なぜ、誰、みんなもやってるからやろうよと題し講演を実施いたします。詳細はホームページをご覧ください。